ポーズを変えてもう一回、はい、チーズ。はい、それではただいまより決起集会を始めたいと思います。ゆるキャラたち、明日は第9回ゆるキャラカップ全部いい鳥取砂丘ですよね。さあ皆さんの意気込みを体いっぱい表現してもらいたいと思います。明日は皆さん11月9日は鳥取砂丘子どもの国ワンパク広場でゆるかけっこゆる相撲ゆる縄跳びの各競技をはじめ飲食コーナー、物販コーナー、PR コーナーなどさまざまなイベントがこちらの会場ではなく子どもの国で行われます。ぜひ皆さん明日も応援に来てくれるととっても喜びますよね、ゆるキャラたち。うん、ということでですね、ではではゆるキャラのみんな、明日への決意を体いっぱいに表現しましょう。じゃあまずどれくらい皆さんの決意が決めているか練習してみますよ。いきますよ、ゆるキャラカップ頑張るぞ、えいえい、おー。ちょっと観客の皆さんちょっと寂しいですね。ゆるキャラさんたちね、なんせ喋れないんですよ。ですのでえいえいおーと言っていただければ喜ぶと思います、ゆるキャラも。それではもう一回いきます。明日のゆるキャラカップ頑張るぞ、えいえい、おー。もう一回いきますか。明日のゆるキャラカップ頑張るぞ、えいえい、おー。ありがとうございます。それでは気をつけて、お客さんにえい、ありがとうございました。マレー右。明日への意気込みを、それでは鳥取砂丘に誓ってもらいたいと思います。お客様、今度はですねゆるキャラちゃんたちあちらの釣り橋の方に向けてダッシュをします。ダッシュをします。シャッターちゃん。